あ、急がなければ。襲撃事件の影響がこんな形で現れるなんて思いもよらなかったけれど、ある意味これは幸運とも言えるわね。だって夏休みが前倒しになったおかげで、学年末に行われるはずだった生徒会役員の選挙が延期になったんですもの。改められた選挙の日程は新学期が始まってからすぐ。つまりシド君の立候補にまだ間に合う。きっとこれはシド君と共に生徒会役員に従事せよとの天からのおぼし召しに違いないわ。だけど慎み深いシド君のことだもの。私のいる生徒会に入りたいと思ってはいても、きっと自ら口に出すことはできないでしょう。ならば、この私、ローズ・オリアナが、シド君の背中を押してあげるべき。ここは、面と向かって、次の生徒会選挙に立候補してほしい旨を伝えなければ。そして、晴れてシド君が生徒会入りした暁には、放課後はずっと共に過ごせる。シド君もそれを望んでいる。そうなのでしょう。その時が本当に楽しみ。ああ、でもどう切り出すべきかしら。シド君だって生徒会選挙の件はきっと知っているわ。どうすべきかと迷っているかも。シド君、お話があるの。次の生徒会役員選挙にぜひ立候補しましょう。これくらい直球で伝えても構わないかしら。シド君の力を必要としていることをしっかりと伝えたいものね。待っていて、シド君。突然訪ねてきたら、シド君は驚いてしまうかしら。どんな嬉しそうな顔をしてくれるのか、今から楽しみ。あら？あそこにいるのは、あなたは。クレア・カゲノーさん。失礼ですが、どうしてクレアさんがここに？それは私のセリフだわ。クレアさん、シド君の姉にして、紅の騎士団候補生。剣の腕が立つことで知られていて、学業の方面においても、とても優秀な方。そして、シド君のためなら、どのような危険も厭わない、大変に家族思い。いえ、弟思いの女性。彼女を目の前にすると、どうにも胸がチリチリと燃えるようだわ。ええ、認めましょう。私はクレア・カゲノーさんに、嫉妬していると。だって、あんなにも堂々とシド君のために行動できる立場に私はいないのだから。それで、生徒会長であるあなたがなぜここに？もちろん、シド君に用があってのことです。クレアさんこそ、どうしたのですか？私は姉として可愛い弟に会いに、家族水入らずの時間を過ごしたくて。あら、そうだったのですね。それは残念ですね。残念というのはどういう意味なのかしら。今日は生徒会長としてシド君に大事な用がありまして、ですからこちらの時間を優先させていただきますね。よければ私からシドに伝えておくわよ。生徒会長ともなると忙しいでしょうから、どうぞご遠慮なく。とんでもありませんわ。ご家族といえども漏らせないこともありますので、こちらこそお気遣いなく。では失礼して。
ちょっと待った。先にシドに会いに来ていたのは私なのよ。クレアさんのご用事はお急ぎではないのでしょう。ですが私はシド君に火急の用があるのです。そういう問題じゃないわ。それに私だって今日じゃないとダメなんだから。くっ、どうあっても邪魔をするのですね。あ、なんか嫌な予感がする組み合わせ。わ、あ、シド、こら待ちなさい。シド君、どうして逃げるのですか。うわ、追ってきてる。こら止まりなさいよ。お待ちください、シード君。あら、シード君じゃありませんか。もしかして私が夏目先生の新刊を手に入れたと聞いて早速私のところにいらしたのですね。いいえ、隠さなくてもいいのですよ。夏目先生のご本は男性の方にとっては手に取りにくいのでしょう。せっかくです。同じ夏目先生のファン同士、これから語り合えませんか。それに私たちのこれからのことについても一度ゆっくり話したいと思っていましたしね。いい考えだと思いませんか。